カム・アズ・ユー・アーは、アメリカのグランジバンド、ニルバーナの楽曲である。バンドのフロントマンであるカート・コバームが作曲し、スタジオアルバム、ネバーマインドからのセカンドシングルとして1992年に発売した。アメリカントップ40において2曲目のヒットになり、ビルボードホット100で32位になった。ミュージックビデオは、ケビン・カースレイクが監督した。 彼はネバーマインドのカバーからインスピレーションを得てビデオを撮っている。カムアズ・ユーアーはニルバーナが1991年にネバーマインドの録音前にブッチ・ビグに送ったリハーサルテープの中に入っていた一曲である。グループはこの曲を1991年初めにサウンドシティ・スタジオでビグと録音した。コバーンはギターソロを2テーク録音し、ボーカルを3テーク録音した。 一イ 1> 1ク目が使われた。ビグはそれからコバーンにボーカルをダブルトラックにするように頼んだ。ハーモニー部分のオーバーダブセッションでコバーンはギターソロ後にメモリアと4回歌う部分で And &I don't have a gun というフレーズを間違えて早く歌ってしまっている。彼はその間違いを最後までそのままにしておいた。ビグはコバーンがメモリアと歌っている部分をサンプリングし、 曲の終わりの方で2回挿入した。曲はコバーンがギターリフを8秒演奏するところから始まる。コバーンはリフで淡々とした感じを出すためにエレクトロハーモニクススモールクローンギターペダルを使用している。バース部分はムーディーに抑えられている。コーラスに入ると曲はフレボリュームになる。ダイナミクスの変化はニルバーナがよく使ったテクニックである。この曲は コバーンの長いギターソロが収められている。ビグアカートは長いソロを弾かなかったと言っている。コバーンはカムアズ・ユー・アーの歌詞を矛盾して書いているという。そしてこの曲が人々についてと彼らはどう行動するべきかを描いているという。カムアズ・ユー・アーがポストパンクバンドのキリングジョークが1984年に出したシングルエイティーズにあまりに似ていることに警戒して、 ニルバーナとそのマネージメントは、ネバーマインドからの2枚目のシングルを何にするか、決められずにいた。ニルバーナのマネージメントをしていたダニー・ゴールドバーグは、カムアズ・ユー・アーは、他の曲よりも良いと全員が考えていたことと、しかし後にキリング・ジョークが文句をつけてきたことを、考えると、コバーンの似すぎているという悩みは正しかったと述べている。カムアズ・ユー・アーはそれでもゴールドバーグがよりコマーシャルな、 曲を好んだこともあって発売されたと電気作家は書いている。キリングジョークのメンバーはカムアズ・ユー・アーのギター・リフがエイティーズのリフを投用していると文句をつけた。しかしながらバンドは著作権法違反の訴えを出さなかった。これをローリングストーン氏は個人的かつ財政的な理由だと推測している。また、キリングジョークは訴えを起こしたが裁判所が受理しなかったであったり、 コバーンの死で亡くなってしまったという、相反する記述もある。リフは、ライフゴーズオンに似ているとの指摘も受けていた。この曲は、ダムドが1982年に発売したアルバム、ストロベリーズに収録されている。当初、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットで基礎を作ることで、カム・アズ・ユー・アーが、ラジオでかけられるようにするはずだった。しかし、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットが驚くほどの大ヒットと、 なって、バンドの知名度を一気に上げ、カムアズ・ユー・アーがその勢いを維持する形になった。1992年3月にシングルとして発売後、カムアズ・ユー・アーはビルボードホット100で32位まで上昇した。これは2曲目にして最後のトップ40ヒットとなった。シングルはチャート上に18周登場した。また、ビルボードのメインストリームとモダンロックトラックスでは3位に、 なっている。イギリスではトップ10に入っている。最高で9位になった。ミュージックビデオはケビン・カースレイクが監督した。彼は後にリチウム、イン・ブルーム、スリバーのビデオも監督している。スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのサミュエル・ベイヤーが監督したビデオであまり満足いく結果を得られなかった。コバーンはカースレイクの印象主義的なスタイルを選んだ。コバーンは ネバーマインドのアルバムカバーを超えるアイディアを考えつかずカースレイクにクリップのアイディアを作らせた。バンドはハリウッドヒルズにある公園で外でのシーンをメインのビデオシーンに先駆けて撮った。ビデオではバンドが暗い部屋にいる。バンドの手前には水が流れていてメンバーの顔をぼやけさせている。ビデオを通して生命体が肺状態にあるように細胞が驚くべき。 速さで増殖しているクリップが見られる。ビデオクリップはカートコバーンがシャンデリアを部屋の中で揺らしている光景も見られる。そしてその部屋は水が流れている。さらに犬がコーンカラーをつけている映像もビデオクリップには入っている。赤ちゃんが水の中で泳いでいるイメージと銃が水に浮いている部分も出てくる。最後にはバンドが出てきてコバーンが前に競り出し。 地面に持たれてカメラにキスして終了する。ワシントン州アバディーンにあるコバーンを賛辞する標識2005年、コバーンの故郷であるワシントン州アバディーンにある標識が建てられた。その標識は、ウェルカムツーアバディーン、カムアズユーアーと読める。これはコバーンへの賛辞である。この標識は2004年5月に設立された NPO のカートコバーン追悼委員会が出費して作った。 委員会は、カートコバーンメモリアルパークとユースセンターを作る、計画も持っている。カムアズユーアーエンドレスネームレススクール、ライブドレインュー、ライブ。ありがとうございます。